今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それでは行きましょう。魂のリラックス、リラックスしてたまりらー大村さん、はい。ここは、ええ、今回はどちらでございましょうか。大阪のですね、はい、天満橋。あ、え、天満橋、天満橋っていうとこですよ。あれ、天に万と書いて先生は天満橋、天は天ですね、宇宙の天、天気の天、天気の天、はい、で万は満つる、満つるの、橋、ブリッジ、ブリッジですね。で天満ブリッジって書くんですけど天満なんです。あ、そうなんですね。天満、天満橋。天満橋。あ、今まで間違ってました。天満って言ってました。なんか濁して天満橋。天満橋。あ、分からへん。天満橋って。天満橋。あ、ここまでは大阪府、はい、天大阪府、大阪市、市何、北中央区、中央区。だいぶ検定されましたね。マンション名まで行きましょう。でも天満橋マンション名はのこの場所をですね、お借りして。そうです。あの、だから私たちの目の前には、はい、大阪の方たちが約2000人ぐらい、はい、2000人ぐらい、いらっしゃってますね。いやあ、今日もたくさん集まりましたね。2000人です。そうですよ。あの、こうして大阪で、うん、こうちゃんと皆さんの前でラジオを撮るのは初めてなんです。そうです。一回ライブハウスで、はい、ライブの時にちょっとやったのが、撮ったのがあって、そうです。 でもちゃんとこう、あの、収録するために皆さん来てくださいって言って、あの、募集をかけて、それで、あの、はがきが応募されて皆さんそういうスタイルで、今日そういうスタイルでここに来られてる。それで、まあ、1万通ぐらい来たんですけど、その中から抽選をして2000人の方に来ていただいて。はい、全然私募集してることを知らなかった。知らなかったですか。だから内さんが東京でね、ずっと活躍されてる時に僕はこっちで、あの活動してくれてたんですか。そうか、そう、布教活動、布教活動、布教活動って宗教やんですね。ありがとうございます、まあ、今日も大村さん入れ立ちがもうね、はい、これあれですか、神井の歩いてた時の、神井の歩いてた時か、これでは歩いてないですけど、こんなか、コックの見習い。そうですね。ちょっとこの辺がね、ソースがついてね、デミグラス作ってる時にもついて、なかなか任せてもらえないコックみたいな感じで。そうなんですよ。あかんでって言われて。そうですよね。対象に。これ何ですか、この着てるものの名前は何ですか、これ。服。いや、まあ、服は服ですけど。あ、ソーソーです、これ。あの、地下旅のソーソーの。あ、これ、ソーソーの、これでもシャツって言っても、なんか真ん中の、なんですか、ボタンのところも、だって閉まってないですよね。閉まってるやん。閉まってますやん。閉まってますけど、なんて言うんですか。口が、こう、合わさってないことですか。そうです。うん、ね、一枚、この、ペラがついてるわけです、これ。中にペラが。ペラは何ですか、これ。何用のペラですか。そう、風が吹き込まんようなペラですよ。ほら、ペラが。で、今日は大阪でですね、それだけこうして、収録をさせていただいてるわけなんですけど、はい、ええ、あの、私はね、うん、このまあ、たまりらは去年の、3月ぐらいからですね、はいはい、1年も4月1日、2日ちゃう4月2日、うん、で1年半やらせていただいてるわけですよね、はい、そうですね。でそれまでは、まあ、言ったら関東でずっと生活をし、まあ、今も関東で生活してますけど、関東を出ることがほとんどなかったわけです。うつさんの活動エリアがね、エリアが、で私は実家が、まあ、もちろん神奈川県で、はいはい、でばあちゃん家も神奈川県、ばあちゃん家と、東京都だったので、はい、この帰省するって言ってももう関東から出ないわけですよ。あ、神奈川と東京、帰省言わへんやん、そんな。そうだから、もうみんなどっちかが帰省っていう感じやん。どういうことですか。そう、いや、そう、いや、これいいです。急に私に寄ってきて帰省っていう感じやんって言われても。夜生きるで帰省。で、その関東出なかったわけですよ。はい。それが今こうしてこう大阪という場所に、はい、来させていただいてるわけですよ、はい、だからもう自分の中で不思議でしょうがないっていうか、関所超えたことがなかったわけね。前はね、前まで、あの、箱根の、まあそうですね、うん、まあそうです、はい、だからあの新幹線に乗るっていうことも修学旅行以外ほとんどない。あ、名古屋までは足進めてたもんね、去年。もうそれもでもやっぱ去年ですから、だからその
そうですよね。一人ものすごい喋ってる、ね、今これねラジオの収録ですよ。珍しいねっていう。何そのちょっとやっぱ公開で選ぶときはでも2000人ですからね。まあ変な人もおるやつ、ね、それね2000人おったらね。そりゃそうやもん。もう真横からあたかも撮影収録に入ってるかな、ね、もう今度募集してくれたあの人外しとこう。名前だけチェックして、チェックでしょ。あんな出入り禁止の人みたいなもんや。びっくりした。まあでも珍しいですよね、そら。珍しいですねって言われたので、珍しいですよね。珍しいですよね。珍しいですよ。あのまあこうねボイトレで来させていただいたり、はい、ライブで来させていただいたりするんですけど、はい、私が自分でその例えば新幹線を撮るとか、うん、そういうことをしてこなかったわけですよ。予約を取るってことね。そうですそうです、はいはい、修学旅行なんてもみんなやってくるわけですから。そうですね、だから今回も大阪に来るときに私ね、はい、新幹線往復取ったわけですけど、はいはい、そのなんか取ったことがあんまりないので、はい、どのタイミングで取ったらいいか分かんないんですよね。どのタイムで、どのタイミングで、どのタイミングで、どのタイムって何ですか。夜20時いやだからそういうのあんのかな。いやいやそうじゃない、そのいつ撮ったら何日前に撮るから。そうですそうです。はい、はい、でまあ、 分かんないですけど、1週間前に撮って、はい、もしかしたらなんかほら震災が起こるとかわかんないですけど、なんか危険なことが起こっても行けなくなったら困るなとか、うん、その払い戻したいやん。あ、払い戻せばいいんですか。そうです、そんなんなったらね。そんなんなっても新幹線のとゴジラかなんかが来てさ、要はやってる品川あたりがバーン、これ壊されるやん、まあね、大井町のあたり、そしたらそしたらそれはもう払い戻し。あ、でも横浜こっちからこっちやから、ゴジラが来ても大丈夫やわ。何の話。ゴジラ来たんですか。来たんです、来たんです。あ、来たんです。来たんです、来たんです。あ、そうですか。うん、でそうですね。いや、それだから、どのタイミングで撮ったらいいかとか、うん、その、本当にこれでいいですねっていうボタンを押すのに、うん、ものすごく緊張したりするわけですよ。うん、で、撮ったはいいものの、うん、今日そのチケット持って、まあ、新幹線行きますよね、うんうんうん。その席が本当に空いてるかなとか。それ空いてるからじゃないですか。いやだからそういうことがものすごく心配やったんですね。そうです、うん、そうです。あれでも名古屋の時は、名古屋の時は俺深夜バスよくね。あ、そうかそうか、深夜バスか。で今回は実は私これ収録してる日の次の日が三重県でワンマンライブというのをね、ワン、はいはい、ってやつやるんですよ。それで今良かったですか。うん、いいです。出来栄え良かったです。出来栄え良かったです。でちゃんと聞いてくれてる人は聞いてくれてますから、はい、今大村さんの声ですよ。違いますよ、犬です。犬で、はい、でワンマンライブをやるので、じゃあここ大阪から、うん、じゃあまあ明日三重に行く、うん、そう特急券も取るだとか。それも取った。そうそう、取ったんですよ。それは近鉄なんだったかちょっとわかんないですけど、今日のしかもなんかどうしたらいいかわかんないけど、うん、今日の来る新幹線の中でインターネットで取ったわけですよね、うん、で帰りもまあ取ったとか、うん、やってることがすごいなんか新しいことやってるなって。人間進歩するね。いやでもね本当にそうです、ね、うん、だって自分でそんなのやったことがなく、うん、ここまで来たのに自分でこうやっていることにちょっとすごいなっていうか、うん、なんか自己評価高くなったみたいな。いやなんか、うん、あの気持ちがいいんですよ。気持ちがいい、気持ちがいい。なんかね私あのそういうもしかしたら星の元なのかもしれないですけど、お体操がね、体操ですね、うん、あの中学高校で部活をやってなかったんですよ、うん。でアルバイト始めた時に、はい、あの大体どのバイト先に行ってもちょっと年齢が上 で、はいはい、で入るタイミングが早くて先輩になるんですよね、うんうん、だからなんか飲み会やりますとか言っても誰かがやってくれるとか、うん、あ、なるほどね、まあ、ずっとなんかそれのまま来たので、本当に自分で何かを決めて取るとかいうことはないので、ようやくこのぐらいの年まで来てこうやって自分で取ったりすることになんかこう嬉しさというか、はあ、成長してる。あ、まあ、スタジオの予約取るとかはあったわけよね。いやそれもなかったんですよ。本当に。そうだから個人でやるようになってから自分で予約を取るようになりました。本当に。そうなんです。だからね、星の元なんですよ。そういう。あ、最初そういった僕予約取ってたんです。そうです。俺のレッスンなのに大村さん予約取ってくれたじゃないですか。うん、なあれはあのカラオケボックスの予約とかも。は、まあ、だから最近は自分でやるようになったんですけど、それがね新鮮ってなんかどんだけぬるま湯だったんだって感じですけど。あれは、まあ、その音楽の練習スタジオじゃなくて、はい、ライブハウスの予約とかは全然やったことないです、うん、もうバンドのメンバーの誰かが、うん、でやっときますよっていう中でずっと来てたので、うん、あ、じゃあこの前あの、うん、天窓のこと途中で振っちゃったじゃないですか。そう、大村さんねひどいんですよ、あのリスナーさん、うん、あのライブを11月の頭に決めたのに、うん、
決めたまんま神井野に行っちゃったんですよね、はい、そうそうです。その打ち合わせ誰がやんだって話になって、うんね、どうぞって。そうそう、もう慣れてるやろと思って、うん、いやミュージシャンやん、ミュージシャンやん、ミュージシャンです。だからライブハウスとかそうなんで、はい、で今実際ライブハウスでやったりしてるじゃないですか。してます。だからそういうブッキング、ブッキングというかそのホールレンタルっていうんですけど、うん、でじゃあのライブハウスを借り、箱借りて向こうの人と何時に入って何やってどんなアンプ用意するやとか、そういうのあるわけですよ、はい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 、ちょっと難しいですよ ね、うん、それはもう経験いろいろあるやろと思って、あ、うつさんに頼んどこう思って、で、こことここで、あの担当者これやから、あと話しといてね、言うて。はいはい。あれ、初です。ほんまに？ほんとですよ。初なんですよ、あれ。あ、そうなんですか。そうなんです。だから、大変でしたよね。さあ、そう、こういうこともそうか、決めるのかっていう感じですよ。あ、そうなんですか。ありがとうございます。いやいやいや、そうなんですよ。だからやっぱりこの1年半、私はそういうふうにちゃんと自分でやんなさいよっていう流れでやってるんだと思いますし、うん、その自分がやってることがちょっと楽しくなってきちゃったんですよ。あれね、はい、いろいろやりだしたら面白いんですよ、うん、そのライブハウスみたいなあの、ね、3、40人 の小さい、うん、小さめの箱もでやったりとか、うん、はい、あるいはホールとか借りてね、大村さんで北海道の結構大きなホール借りましたよね。そうなんか、時計台の、時計台のホール、うん、あ、時計台はあれは違う人がやってるんだけど、はいはいはい、あとは北海道 あのホールも、うん、六角堂のホールも借りたことあるし、うん、あの名古屋でも借りたりとか、あの東京やったらあの音楽の友社のホールを借りたりとか、あのピアノの、ピアノの松尾さんの、はいはいはい、あ、そんなんやってすごい面白いですよね。ホールによってのなんかこう違いがあったりとか、あ、ここのホールの人優しいなとか、あ、なるほど、このホールの人何もしてくれへんなとか、あ、そのとこもあるんですね。何これとか、1から10までなんかセッティングしてくれるなとか、なるほどなるほど、いろいろ面白いですよ。いや、だから大村さんはね、言ったらこう旅行会社さんの社長ですよね。はい、なんでそこ自信なだけなんですか。社長ですよね。じゃないですか。そうですね。そうですよね、はい、だからその顧客の方たちの、もうそのなんかツアー内容を組んで、もう会社で全部やってるわけじゃないですか、もうそんなよくできるなと思いますよ。ああ、まあそれあの学校じゃ会社入った時からやってるからね。いや、もうすごく怖いなって慣れてないと特にね。だからすごいそういうことをやらせてもらってる、まあ、やることにな自然となってきたことがなんか楽しくなってきた。全部投げようかこれから。嫌です。だって岡村さんいろいろ投げ出したらすごい数になりますよね、きっと。うん、まあね。いやいや、いいです。でも面白いですよ、やってたらなかなか。まあそうですね、だけどそれあの私ね、最近実は意識してることがありまして、うん、その大村さんが上野でこうねゆっくり歩いてるときに、これこんなして歩けるけど何やこれ。すごいイメージ映像です。イメージ映像ね、はいはい、どうやって歩くんですか本当は。今手を両方ね前にこうウニウニ出してますけど、同じようなもんですね。そうですよね、大体こんなじゃないですか。こんなそう、それでなんかそれを何でしたっけ、それで、それで意識が変わったいう。あ、そう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 です、はい、それで大村さんがこう歩いてるときに、俺もなんかね自分の中で変えることをやろうと思って一個決めたことがあるんですけど、はい、それはね、めんどくさいって思うことやめたんですよ。あ、いろんなことでね、いろんなことで、うんうん、で私は前にもちょっとお話したかもしれないんですけど、はい、ご飯を食べた後の食器をですね、うん、1回で台所に持ってきたいんですよ。乗せて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 、箸とかもう小指のところに挟んで、もう危ないですよ、もうクラクラしてるんですよ、グラグラグラってしてるけど、はい、そーっと持ってって、はい、あ、できたっていうのをいつもやってたんですよね、でもそれは何でかっていうと行ったり来たりするのが面倒くさいと思ってたんですよ。だけどよく考えたらそんなに面倒くさくないなと思って、うちそんな広くないから、まあ、まあ普通の家やったら、ね、普通の家だったら、だから何回か行って行ってみたらどうだろうって思ってちょっと変えてみたんですよ、うんうんうん、そしたら何にも面倒くさいことがなくなっちゃって、なんか本当にちょっとしたことですよ。例えば今この目の前にちょっとこう機材の部品がありますよね、うんうん、でこれをちょっと取るのにですよ、うん、こう今私が座ってるとこから手伸ばして届かないじゃないですか、でこれをこう自分の体重前にやればいけるのに、うんはい、なんか家とかだと
うーとか、あそうなん、リモコンとか、うーってこのまま撮れるからみたいなことをやってたんですけど、こっちの方が全然めんどくさい。めんどくさいよね、はい。ちょっと伸びたら。そう、それをだから立ち上がって撮るみたいにしたんです、うん、あなるほど。そしたら何にもめんどくさいことがなくなって、楽しくなってきたんですよね。それ僕が髪の歩いてたことってなんか関係ある？それ自体は関係ないですよ。小村さんが、ね、人生のこう大起動を言ってる時に私もなんかこう変えたいなと。だからもうすごい変わっちゃった。なるほどね、うん、あのちなみにね、はい、あの今お皿を1回で持っていくっていうお話あったじゃないですか、はい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 、でそうやってあのここのおかずが乗ってたお皿、はいはい、サラダが乗ってたお皿、はい、ご飯が乗ってるお茶碗、はいはい、お味噌汁のお茶碗、はい、っていうのが各種のお茶が、あのお皿が、お皿があるじゃないですか、はい、それってこうそのいろんなやつを重ねて持っていくわけですよね、はい、そうです僕それできひんねん。えなんすか僕ね、それね、なんか苦手なんです。それ苦手ってなんですか。いや、お皿があるやん、はい、お皿の上に違うお皿を乗っけるのが僕できひん、嫌いなんですよ。それはその洗う時に後ろ洗う。そうあ、後ろ洗うんです。後ろ洗うねんけど、はい、そのお皿のソースとかドレッシングとかがあるお皿の上に、はいはいはい、違うお皿を乗っけることがごっつい抵抗があんねん。昔お皿だったんじゃないですか。昔お皿だったんですよ。僕の隠せお皿だったんですよ。大村さん、そんなこんな言ってられないで、もう時間がそうお皿でこれちょっとこの会はどうでしょう。いやいや、いいんですけど、それじゃあもうちょっとだけそのお皿で昔からそれ重ねないとしますよね、そしたら大村さん、それ持っていくときにじゃあ1枚ずつ行ったり来たりするってことですか。そうやね。いけずに1枚で2枚かなんか、ほんまに僕そのや汚れてるところに乗せるのがすごい嫌なんですよ。それじゃあ大村さんがその食べ終わった食器は洗うんですか。まあまあ洗う時洗えへん時があんねんけど、はいはい、持っていく時にであのなシンクの上に置いていくじゃないですか、はいはいはい、それもシンクの上でも重ねへんねん僕。ここにお皿置いてこっちにだからガーって広がってるすごいシンクでかいですね。いやそんなでかないねんけど、はあ、だから何やったらこうやって流しながら置きたい感じ。なるほど。なで別に僕綺麗好きでも何でもないですよ、綺麗好きでも何でもないでどうでもええような人なんやけど、なんかそのお皿だけはねあかんねんな。じゃあもう皿だったんですね。やっぱ皿やったんで上にだから同じようなやつが来るのが嫌なんですか。嫌なんですよ。嫌なんですよ。でもう置くとこなくなるやん結果的に。 そうですね、そしたら置くねんけどね上に。なんだそらということで、お前大阪でね、はい、じっくりこう収録をさせていただいた2000人の前で収録させていただいた最後が、はい、結局置くねんけど、置くねんけど終わりということで、はいはい、今週は皆さんこんな感じでお会いいたいつもに私うつゆいちと大村慎吾でした。それでは皆さんまた来週さよなら。ちょっとこれ YouTube バージョンなんですけど、はい、いや俺ほんま嫌なそれ、なんか嫌じゃない。いや皆さんせっかくいますのでちょっと、聞いてみましょうか。いや私みたいに全然重ねてもありだっていう人2000人の中でどれぐらいいますか。1人や2人すごい少ないです。嫌な人カレーとか嫌だ。嫌やろ、カレーは嫌だ。カレー油も嫌だ。ほらそうだ、あ特に油が嫌だ、うん、あの油が違うやつのお尻に移るのが嫌やん、うんうんうん、ほら俺カレーだと舐めちゃいますけどね。でもあそれで綺麗になってるやん。猫や本当だ。猫や全然猫や全然猫ほんま嫌なんですよ。でまあもうでね、まあ、許せんのは お茶碗、はい、ご飯のお茶碗同士同じ形のやつを乗せるのはまだええねんけど、それも卵がけご飯とかにしてて卵がついてたらもう乗せるん嫌やねん。乾きもんだったらいい。乾きもんやったらまあええね。乾きもんやったらええけど、ほんまもう油とか、 なんかマヨネーズとか、うん、そんなんついてたらほんま嫌なんですよ、うん。じゃあでも俺少数派でしたね。そしたら、うん、少数やっぱりあのしていい派ですよね、うん、のしていい派の人の傾向っていうのは何なんでしょうね。全部舐める派猫派ってこと猫派あでもあれですよね、パンがあったら行くね、はい、パンがあったらただめっちゃ綺麗に、ああそうですよね、行く低くてやけど、うちの奥さんの直美さんは、はい、それこそもう新品みたいな感じで行くよ。
パンでですか。パンで。もうあれパンでええんちゃうっていうぐらい。ほんまに。そこの上だったら乗せられるんじゃないですかじゃあ。まあもうでも見てるから乗せないんやけど。でもそれパンか下かってことですもんね。そうで下で来るで下で来るね。でもこれは奥さんにものすごい注意されて、うん、でしかも子供がやっぱ見たら真似するからって言って、うん、うちのその食べてるところから台所に持ってく間に冷蔵庫の四角がある、うん、四角そこで四角で四角でワンタッチいくねそのみんなに見えるとこ行った時に手を済ました顔が結構得意ですあれはあのカップの、はい、カップのアイスクリーム取った時にここに作りますよ ね, ますよね。あれはいやこんなの当たり前のように行きますよね。それは子供いる時はあそれはできないです。できない、うんはい、あそれはあかんねや奥さんもいやそれもあかんねやダメですね。それはどうするの。あのスプーンでこう取る感じ。あそうですよそれはもうそうするしかないですね。でも誰もおれへんかったらもうそうですかいやでもこれは皆さん言わないだけで多分一人暮らしの方って結構やってると思うんですよ、まあ、気持ちは分かるけどどうしてもそれが難しい製品があるじゃないですか。あなんか形状かたあの難しいのがそのアイスクリーム普通はアイスクリーム、はいカップつけ取ったら、はい、カップやんすぐにそれアイスやんか、はいはい、それがちょっと高級な人、はい、人ってあのハーゲンダッツハーゲンダッツの中にビニールあるよね。ありますあります。ビニール取ったらビニールがクラッてなるやんあれさやりたくてもできへんやんあれそうそれはクラウンになってそれはハリボースがクルンってクルンってするから行くの行くのあれそうなってるやつそんなん俺違うんですよ。舐めたいわけじゃないんですよ。そんな綺麗にしたいんですよね、うん、でもクルンってなった状態ちょっと綺麗じゃないですか、うん、もうあそれはそれでもう芸術品として芸術品としてゴミ箱にいいわけですよ。それはそれでいいんですよ。これ嫌 やなっていつもいつも思うのは、ね、それもまあまあ、まあ、もうそろそろ捨てちゃいますけどね。そうやったもんね。もう言わないだけでいると思いますけど、でも、ね、あの子供にあの伝わっちゃったものもあるんですよ、納豆のタレをね、うん、じゃーっとかけた後、つ、はいはい、るって、行くんですよ、うん、これ俺はもう何の考えもないときに行くわけですよ、でそれを今子供がこう真似してる。じゃあ奥さんはいやそれはもう真似しちゃったからもう取り返しがつかない。つかなくなってんねや。でうちの奥さんがものすごいそれをやめてほしいって前からまあ言ってたんですけど、流れ上言っちゃったんです、うんうん、でまあ、それはもうしょうがないって言って前に実家にね、うん、うちの実家にいた時にうちの父親が納豆をやったと、うん、ベラベラやった奥さんがそれ見たらこれはしょうがな ないなでそれ見て孫もやってない孫女の子や女の子もこれ行くもう行く人になってしもたよ女の子やのに。納豆のタレ今だって俺やるさ結構みんなへってなりましたもんね。納豆のタレいやせやけどこれ納豆のタレいったら何でもいけるやんもう。そうだそうフランクフルトのケチャップビスケットも全部ねじゃもうあるやんもう子供そば全部いくやんと思いますよ女の子は。女の子やのにああ必ずそうやるときにね、うん、お父さんの真似って言うんですよ、うん、そう、そうだからもうそれいや悪いことやってなんとか分かってんねや、あそう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 、ね、はい、でもお父さんがやるからいいっていうその了承を取りながらそうですね賢いな子供そういやそう怖いですよちょっと間違ったことするとすぐ間違えで全部お父さんの真似言うそ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 う怖いですよ ねそうなんです、まあ、そんなこんな、まあ、そんなで、大阪では、だからベロンと舐める、うん、あ重ねて置く人の方が少なかったということです。あちこちでやりましょう、はいはい、ということで YouTube の皆さんもこんな感じで、はい、また来週でございます、はい、それではさよなら。